この骨付き肉ですね、10分20分ずっと食べてる時もあればですね、全く食べずに放置される時もあるんですけれども、今日はどうでしょうかね。ちょっと今後ろ向いてしまって、やっぱりなんか気になるようですね、周りが。ちょっと何かね、音とかしたんでしょうかね。あ、今日は食べない、もしかして。こ食べた。あら、ちょっとね、少し落ち着かない感じですね。お腹が多すぎる、人が多すぎて、ストレスがすごい。もしかしたらもうちょっとしたらね、骨、あ、お肉、落ちてるお肉を探しに来たんですかね。そのうちもしかしたらね、骨付き肉をね、食べに来るかと思いますので、その間ちょっとね、お話をね、続けたいと思います。今ですね、ダッターと出る通電車にはルーズで行くというんですけれども、ついこの間ですね、退職の時期がやってきまして、その時期だけ、ダッターと出る人を取り入れております。